임바지. 마객선의 요수와 마다 합봉이의 자미선이 3인 서롯대. 그소 야미노 고인케노 요수 이하루 3단가. 今秋草新太郎、おかごを追い抜きました。しても秋草、おかごを抜いて行きます。邪魔になるな。現世に知らせと伝え。母。あ、うちゃん、来るぜ。何？何事も起こりませんな。嫌がらせも通じぬか。トンビ、あ、友の者が一人消えておる。トンベ、後をつけ。うん、ただし深谷は禁物。私と周作は街道を下る。はどうしてあの旅の人が怪しいの？姿は変わっているが、身のこなしは茶店で見た男だ。トンベは足運びから忍者と見破ったのであろう。トンベさん大丈夫かな？まだ日は高い。いくら忍者でも日の明るさには得意の隠形と心もかなうまい。伊賀者霧のトンベ、どうじゃ久しぶりに甲賀の忍びと技を競ってはみるか。面白いわい。いかにもその申し出こうても見ようわい。どうじゃい。何の
深追いするなと言ってある。まして富兵衛は伊賀者、忍びの手の内は百も承知のはずだ。それにしても闇王子はあれっきりだね。そうでもない、あれが見えるか。甲賀白軍さん。え、あれがかい。闇方針の通り、その上海中には尾張連番状を帯びています。兵衛には目印を残しておく。行きたいの遺体が忍法、歯応えある奴に巡り合うとはい。尻のトンベ、まだわからぬか、何のために実比べに宇野を夢中にさせたかを。何、秋草と宇野を離れらさせんがためよ。甲賀の目くらましかかった宇野を深くと思え。しまった。
これを秋草もいよいよ最後であろうよ。あやついの陣八掛けに甲賀の中でも名うての命知らずども。現在わしは闇のご隠居の友をす。お主事の指揮を知らせ。かしこまった。私のそば離れてない。え、じゃあ白雲斎、姿を見せぬか。秋草、ではバトモでもあの絵を送り届けて死んぜるわ。その方白雲斎と取り替わったな。茶屋の前であり斎藤であり三度目か。目が利くやつよな。いかにも俺は闇法師、またの名を操りの陣八。とんべをいかがいたした。さてな、今頃は薄井の峠を目の色描いてうぬらの後を探し回っておる頃よ。気圧もおぬらの後を追わしてやる。おお、大層な自信だな。未だ一度も遅れを取ったことがない俺が手足の甲賀人。その中に入ったうぬが不運だ。死ぬまで離れる連中だ。きっと私と周作がこのお寺へ入ったのを見ているはずだよ。じゃあまた来る。周作、もう来てる。相手は手負いの子供連れ、袋のネズミも同然だ。焦ることはない。奴の疲れるのを待つのだ。寺の衆を固めろ。はあ、
秋草様。わ、トンベか。秋草様、甲賀者が周りを固めとります。知っている。しかし、周作が傷を負った。え、この子に万が一のことがあってはならん。トンベ、私を襲ってくる時を利用して周作を安全な場所に頼む。秋草様、しかし。トンベ、子供が大事じゃ。はあ。くれぐれもご用心を。うん。闇を放し、残るは一人。入ってこぬか。操り陣八とその下人たちもついに秋草を倒すことをかなわずか。